皆様おはようございます。今日は2020年7月25日です。ということでライラック4号からスタートです。今日はここ苗穂ストレートから苗穂駅周辺を探索してみたいと思います。はい、ということで始まりました杉本の鉄道チャンネルです。ここはですね、苗穂駅から白石方面に約500メートルぐらい来たところでしょうか。苗穂ストレートという有名な撮影スポットです。ここで札幌方面から白石、あと千歳方面に向かう列車が加速度を増してここを通り過ぎていくということです。はい、早速参りました。これは731系と733系のコラボレーションですね。現在時刻は7時半を過ぎたところ、今7時半発の特急宗谷と特急スズランが同時に発車するということで撮影しに来たんですが、特急宗谷が今日早いようでしたね。でも4両編成かっこいいですね。これから稚内へ向かいます。261系です。ここからちょっと遅れて、来ました。これが特急スズランですね。東室蘭行きになっています。789系。いや、これもかっこいいですね。やはりここのストレートの場所は加速度を増してきますよね。時速100キロは超えてるんじゃないかなと思います。今日は並走する姿を見れませんでしたが、こういった形で別々に見るのもまたいいものです。はい、では続きまして特急ライラック3号札幌7時49分発です。これから旭川に向かいます。特急スズランと同じ789系なんですけれども、以前は特急スーパー白鳥として北海道新幹線が開業するまでは青函トンネルをくぐっていました。これね、時速140キロ出るんですね。いや、快適な走り、素晴らしいですね。今は旭川まで1時間25分かけて向かっています。はい、それでは続きまして見えてまいりました今日のお目当てとしていたものです。プラのラベンダーエクスプレス1号札幌7時53分発富良野行きです。この5色のレインボーカラー、かっこいいですね。3両目がハイデッカーになってまして、これも景色いいんじゃないですかね。上の方が天窓になっているので景色がすごくよく見えると思います。これ1992年7月に苗穂工場で申請されたものなんですね。183系5200番台です、ね、私既存のものを改造したものだと思っていたんですが、これ申請されたものです。まもなく引退される可能性があるので早めに乗っておきたいですね。はい、ではレール挟んで向かい側、苗穂運転所に来てみました。そしたらなんと浜那須編成を発見。これ偶然ラッキーです。しかもですね、キハ201の横に止まってる。これ鉄道ファン向けに意図的に展示してあるようにしか思えません。いやー、これは偶然にしてもラッキーだった。10月から観光列車として運用が開始されます。すごい楽しみですね。乗ってみたいですね。でせっかくなんで近くに寄ってみたんですよ。で手を伸ばせばこうやって綺麗に撮れるんですよ。いやー、かっこいいですね。これまた201と並んでるところがまたいいですね。いや、本当にラッキーでした。はい、場所も時間も変わって今夕方になりました。18時40分頃です。ここはですね、旧苗穂駅の駅舎があった場所なんですね。2018年11月17日83年間の役割を終え解体されてしまいましたって思っていたら、デクも発見。ちょっとアップに撮ってみました。いや、かっこいいですね。新型の普通列車です。これハイブリッド式になっていますので音がとても静かなんですね。こうキハ40に置き換えが進んでおります。その隣に特急宗谷や、これが解体間近の183系です。なんか見てると悲しくなりますね。はい、でここら辺にだいたい交番がありまして、この左側のオレンジ色の柵のあたりが駅舎になっています。ホームも何もなくなってますね。はい、間もなく夜暗くなるところで特急北斗15号函館からやってまいりました。261系です。
僕はカーブに入るところがすごく好きなんですけども、こういったストレートでビューッと通る特急列車もかっこいいですね。まもなく札幌に到着ということで減速をし始めております。実はですね、夕方これを取りに来てたんですよ。富良野ラベンダーエクスプレス4号、今度はですね折り返しで帰ってきたノースレインボーエクスプレスですね。いや、この日が沈みそうになっているところで見るのもかっこいいですね。ピンク、オレンジ、緑、青、紫と5色になっています。5両編成です。いや、かっこいいですね。特急宗谷の車両不具合時に車両代行として使われています。はい、もう日が沈んでおります。特急トカチ7号帯広行き2610です。これもかっこいいですね。今年3月のダイヤ改正で特急スーパートカチからスーパーが消え、特急トカチと変わりました。ヘッドマークもちょっとシンプルになって寂しいんですが、かっこいいですね、やっぱり2610系。はい、ということで今日は苗穂駅周辺の撮影スポットを巡ってみました。ありがとうございました。